いやあ、刹那圭介だよ。東京クロノス。残り東京クロノス第2週も残り2章となりました。第6章。今回は東京クロノス界のジャイアンこと、マジ工事ソーダくんが主人公になるかと思われます。台風の日に撮ってますので、外でビュービュー吹いてます。もしかしてマイクには入ってるんじゃないかなっていう恐怖感もありますが、どうだろう。いきなりか。いきなり回想から始まるんじゃ。小さい頃の町工事の回想。お母さんやな。母。家に帰ると、開口一番、母が呆れたような口調で言った。母の悲しげな目を見て、俺は視線を落とした。またか、というような失望の目。覚悟はしていたが、やはりきつい。町工事が仁王立ちで立ってるからな。ちょっと町工事らしいなっていう感じではあるが、母は救急箱を取り出して俺をソファーに座らせる。消毒をしながら口を開いた。それで何が、今日は誰と喧嘩したの。もう毎日喧嘩してるやと思われてるやん。ジャイアンだからな。マキが影山が先に予約してた本を取って返さないから。いけないよそれは。マキ君。マキ、母は俺の言い分はまるで無視して相手ばかりを気にしているようだった。俺の気持ちをまるで理解しようとしてくれない母にイラついた。マキが本を取ったのがいけない。それに先に殴ってきたのはマキだ。母がため息をついた。母が一つため息をつくたびに心の中の何かがガリガリと削れていく感じがする。遊戯王で言ったら何とかカウンターが一つ乗るみたいな感じなのかな。その感触はとても気持ち悪くて体から力が抜けていく。後で謝りに行くわよ。どうして。あなたも手を出したんでしょ。マキが最初だ。俺は悪くない。手を出したのならあなたが悪い。マキはもっと悪いだろ。そうだとしてもあなたが悪くないってことにはならない。ああ意味わかんねえよ。向こうの方が悪いなら向こうが謝るべきだろう。俺ばかりが謝ってマキは反省せずにやりたい放題する。何か言い返そうと思ってが母がまたため息をついて、それで言い返す気力がそれた。ああそういうお母さんおるよね。なんでかわからないけど悲しい気持ちになって頭に上った血が下がっていく。ただ母に理解してほしい。俺は影山を助けただけなんだよ。本当にそれだけ。誰かを助けるのがそんなに悪いことなの。切実でシンプルな自分の気持ちだった。影山くんが助けてって言ったの。言ってないでしょ。でも困ってそうだった。それなら助けるのが当然だろ。うん、町工事いいやつだからな。いい、そうだ。あなたが助けたいと思っても相手がそれを望んでないこともあるのよ。は？影山くんがそれでいいんだから黙ってるのよ。違う。あいつはあんまり自分の気持ちを言うやつじゃないんだよ。だからってあなたが影山くんの気持ちを決めつけていいわけじゃない。わあ、なんかちょっと頭の固いお母さんやな。何言ってんだよ。困ってそうなやつ見てほっとけって言うのか。そんなのダメだろ。悪い大人と一緒だ。あんたは自分が助けたいから助けてるだけ。誰かを助けられるなんて思わない方がいい。お母さん小さい頃に何かあったんかなっていうぐらいのそういう意見を言ってるな。その言葉の蓄積に絶句せざるを得なかった。母は傷の手跡を終え俺をぎゅっと抱きしめた。まずは自分を守りなさい。あなたはあなたにしか守れないんだから。はあ、あこれもお母さんはお母さんなりの町工場表の言葉なのかもしれんけどな。
悲しげな声に、俺はただなばっているしかなかった。あ、来た。一旦桜井くんに変わるんやな。神、この惨劇から始まります。ここ第6章はあまりにも非現実的な光景に呼吸が止まった。ようやく絞り出した声はおそらく自分にしか聞こえてない。マジこ、それでここでカレンちゃんがこういう悲鳴を上げるんですよね。ここはスキップできない。何か新要素があるんかな。その瞬間ドアが開く。町工事だった。出てくるじゃん。このまこの体勢で出てくるからな。ちょっと別に笑うところじゃないのにちょっと笑ってしまう感じがするよなこれ。何があった。うん、こんな感じでやってますよ町工事。神谷、この辺一緒かな。どうしたら。神谷、教えてくれ。僕はその光景をぼーっと眺めていた。まるで夢のようで。だってありえない。神谷が刺される、死ぬ、そんなのありえない。残念だったな。ずっと俺を見張ってるつもりだったんだろうが、最後まで裏切らせはしない。そんでもってこう消えていくわけですね。神谷、神谷、しっかりしろ。神谷の発光は次第に強くなっていく。そんな中、カヤの瞳に一瞬だけ意識が宿る。口元を動かすが、音は小さかった。そしてそれを言い終わると。真っ白結晶になって、パチンと弾ける。すべてが破片となり、砕け散った。彼は言った。カイト、覚えてる。二階堂、神谷、それはどういう。神谷、神谷。でもってさ、そのベッドの奥のあたりからさ、てってれーみたいな感じで出てきたらあれなんやけどな。神谷が死んだ。結論としてどうなったのかわからない。それでもただ一つ確かなことがあった。ロウ、犯人はやっぱりお前だったのか。さあ、何のことだろうな。手のにナイフを持って何を言うんだお前は。よくも。いいね、ここに来たばかりのヘタれてた時とは大違い。けるな。二階堂、下がってて。気をつけて。躊躇せず神谷を刺したやつだ。そう気になれば二階堂だろうと刺すだろう。あ、ここで町工事のターンになるんかな。来た町工事。神谷が刺された様子を見たとき、一瞬何が起こったか分からなかった。目の前の光景を、に自分の理解が追いつかない。そうやな。町工事がなんかこれまでちょっと、のけぼえされとった感があるからな。なんか重要な場面のところで。なんで神谷がこんな目に遭わないといけないんだ。消えていく神谷を見届けた後、呆然として何も考えられなかった。だが、次第に自分の意識が戻ってきた。その瞬間、激しい怒りが湧き上がった。やっぱり犯人はローだったんだ。許さねえ、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 許さねえ。よくも俺の友達を、絶対に許さねえ。
どうして神谷を刺した。何度か怒りを押し殺して牢に問いかける。ああ、何か言われると困ることがあったんだろう。なんだろうな。ローはニヤニヤしたままで余裕の表情が崩れない。その余裕の表情に俺の堪忍袋の尾が切れた。やっぱり何かを隠している。今すぐローを取り押さないといけない。すぐさま飛びかかろうとした。だがローは一瞬の隙をついてナイフの柄で窓ガラスを殴りひびを入れ、そのまま外に飛び出した。手慣れてんだよな、ローの動き。教えて欲しければ捕まえてみろよ。カレンちゃんすごい顔してるな。待て。外を覗くとローが建設途中のビルに入っていくのが見えた。部屋から出てローを絶対に逃してはいけない。うわ、追いかける町工事地点になるんか。みんなで行くぞ。その時、桜井に呼び止められた。今この瞬間、俺は、ローを何振り構わず全力で捕まえるべきか、それとも桜井たちと一緒に行動するべきか。え、もう選択肢出る？もしかして。早っ！今回早ー、確か一周目は一人で追いかけたんよな、窓から出て。だから一周目と同じように最初はこっちの方で選んでいきたいと思います。俺は一人でローを追うことを選んだ。二階堂と桜井を危険な目に合わせるわけにはいかない。いや、俺だけで十分だ。桜井、お前はここで二階堂を守っていてくれ。そうじゃ、こんな感じのこと言おったな。一周目、絶対に俺が二人を守るんだ。出た、劇場版のジャイアン来たよ。あれ、ここでシーン変わるんじゃ。あ、桜井くんにもう戻ろうの。おい、町工事っていう感じで、あの1周目と同じ展開になるんだろうかな。しかしスリップがないってことは何か新要素があるはず。町工事は部屋を出て行ってしまった。どうする。町工事だけで追わせられるのは危険だ。ローは何をするか分かったものじゃない。殺されかねない神谷のように。しかしここを離れても二階堂を一人にすることになる。それがローノの狙いなのかもしれない。もしかしたらこっちから戻ってくるかもしれんからな。あ、どう、俺カレンちゃんと二人きりいて入れるなら入りたいというところもあるのだ。二階堂、この部屋にいてくれ。鍵をかけて、僕が戻るまで絶対に開けちゃダメだ。その必要はないわ。私も行く。危険だ。見ただろ。今目の前で神谷は殺されたんだぞ。分かってる。それも覚悟の上よ。決着をつけなくちゃいけない。このさ、覚悟の上っていうと決着をつけなきゃいけないっていう意味はさ、この1周目の時点ではさ、どういうことかなって思うところなんやけど、2周目になった今だったら分かる。決着。二階堂の表情からすでに決意が固いことが分かる。この場で待機させてもきっと外に出てしまうだろう。それなら仕方がない。分かった。一緒にいろう。僕が守ればそれで済む話だ。大丈夫、桜井くん、君そんなに喧嘩強くなさそうなんだよな。いないな。あ、ここはスキップ出たんやな。じゃあちょっと、そうやな、どうしようかな。このままスキップ押してもいいんやけど、ちょっと一通り見ていこうかな、全部。ロー、声出会うんだったな。二階堂、それを話すのはまだ早い。だってさ、どうする？
ロウ。そうじゃ、町工事よりも先にロウに出会ってしまったよな、この二人のところで。一緒に二階堂はロウを睨みつける。お前、町工事はどうした？ああ、上の階でも探してるんじゃない？すれ違いになっちゃった。よかった、無事だったか。何緩んだ顔してんだよ、一人殺されてるってのに。この場でロウを捕まえる、そして全てを吐かせる。道具のこと、影山のこと、この世界のこと、全部だ。そしてこの世界を終わらせる、この悪夢のような世界を。ロウ！ロウはにやりと笑い、そして二階堂の方へ走り出した。そうだった、こんな感じで、もうお前どっかの国で UFO として戦ってきたんじゃないのっていうぐらいのスチントを見せます。え、二階堂、覚悟しろ。世界がスローモーションになり、思考が加速する。今からロウを止めるのは無理だ、時間が足りない。それならナイフが掲げられ、きらめく。ズブッと鈍い音がした。恐る恐る目を開けると、止めたんだよな。陽介くんがまさかのナイスキャッチでした。痛そうですけどね。そしてロウが浮いております。このなぜかのロウが浮いている状態。そしてカレンちゃんはここには映っていない、残念。ロウの握るナイフは僕の腕に突き刺さっていた。彼女を突き飛ばし、自分が身代わりになるのはどうやら成功したようだった。京介。彼はよろめいて僕を睨みつける。不思議と腕に痛みはなかった。アドレナリン。いつそれはアドレナリン。なんて目の前を光景に上限が発射でうめき声が出る。そりゃそうだろうな。しかし直後の緊張なのか、やはり痛みはない。アドレナリン。まだ動ける。二階堂、逃げろ。あー、転倒してるよ。でもそんな時にでもパンツを覗いてしまいたい俺がいました。二階堂は腰を抜かしているのか立てないようだった。わあ、目の前、ナイフは目の前。先端恐怖症の人はごめんなさい。目の前にナイフを突きつけられ、身動きが取れなくなった。息が止まる。同時に情けなくなった。こんな簡単にやられてしまうなんて。チェックメイト。しかし救世主は現れます。とその前に捕まるんだったな。この辺は一緒かなと思ったらまだスキープが効いてる。これちょうどいい、こんな感じに捕まるんだよな確か。そういや、この辺は一緒かな。おい、ロウ、どういうつもりだ。ああ、なんで奥や二階堂を捕獲しただけで殺そうとしない。ん、京介のくせに結構鋭いじゃん。バカにしてんのか。お前まさか町工事が狙いか。その時、桜井、町工事いつもこの体勢で出てくるよな。てか、なんでお前ズボンちょっとまくっとんこれ。最悪のタイミングだ。町工事来るな。この VR やけんさ、遠近感が分かるからね。これ町工事とローのさ、距離感っていうのがさ、ちょっとこんだけ離れとるんやなっていうのが立体感やけん分かるっていうね。あっと、それ以上近づくな。一歩でも近づいたら二人を落とす。この辺は一緒やな。なんかやめろ。やめろ。いい顔だ。お前はそこで黙って見てろ。何する気だ。ああ、ロウがナイフを二階堂の首筋に近づけながら町工場を見てにやりと笑った。ロウ、やめろ。どうしてそんなことすんだよ。俺たちは仲間なんだろ。仲間、
お前が一番排除したがってたくせにどの面下げて言ってんだよ。鋭い、その通り。俺らがお前に何かしたのか、だから復讐がしたいのか。ちげえよ。じゃあ何が目的なんだよ。さあ、ね、死んでほしいからとしか言いようがない。この辺がちょっとまだ謎なところだよな。ローのさ、ロー視点っていうのがもしかしてさ、これ終わったら第7章でさ出てくるんかなってちょっと思いながら思うんやけど、一体何がローの目的なんだ。全くわからない。町工場を狙っているのか、二階堂を狙っているのか。ただ黒毛だと町工場も危ない。その時町工場が声を上げた。来るよ。何かひらめいたかも。そうだね。あ、そうだそうだ、そういう感じで言おうだな。そうか、町工事は黒の世界を終わらせようとしているのか。聞いてるか世界、黒の世、犯人はローだ。早くこの世界を終わらせてくれ。だが何も起きる気配はない。無駄だ。どうして。犯人は確かにローのはずなのに。なぜだ。犯人じゃないからなんだよ。僕も町工事同様に全く事態が理解できていない。あくまで奇跡を起こすための世界線だから、ただ名前を挙げるなんてナンセンスなんだよ。全てを思い出し理解した上で近づいていく。ローが近づいていく。アタック来ました。そうやな、この事態を誰が予想しただろうか。いきなりタックルが決まるからな。意外にもタックルが決まるからな。天童正面からそれを受け床に倒れた。だがローはすぐに体勢を直し、そのナイフが町工場を狙って光る。そうじゃ、町工事の戦闘能力よこれは。もうやめて。町工事のライフはゼロよ。え、そう叫びでローに一瞬だけ隙ができたように見えた。来た、出た。出た、このもう名探偵コナンの登場人物がやりそうな格闘シーン。町工事がその一瞬の隙をついて毛でローのナイフを弾く。互いが素早く距離を取る。町工事とローは再度睨み合った状態となった。かっこいい町工事。そうじゃ、このショーでさ、町工事の株がガン上がりするんだよな。キョウスケみたいに楽にはいかねえな。逃げて、私たちなら平気だから。そんなわけないだろ。なんかこの縛られている時のカレンちゃんさ、ちょっとスクショ撮っておきたいなって感じのところですね。なんかエロいんだよな。そうだ、このままでは危ないのは町工事だ。僕も町工事に向かって叫ぼうとしたが、必ず助ける。町工事は必死だった。助けてなんて言ってない、放っておいて。ああ、これ最初の回想のシーン見たらさ、まさにお母さんが言った通りの展開ではある。助けてって望んだみたいな。ちょっとその時の会話がフラッシュバックするのか。その言葉を聞いた瞬間、町工事の動きが止まった。あー、完全にお母さんのことが思い出したタッチのやつじゃこれ。おい、どうした。あ、こっから2周目独特の展開になるんかなってことは、あー、これまた過去の回想出てくるやつか。これはちょっと2周目独特の展開ですな。